本日ダブルフェイスのモノマネショーのトップバッターで登場いたしました。説明不要のお嬢でございます。どうもありがとう、どうもありがとう。みんなラララララ、どうしたの静かよ。どうしたのこれ。私もうね、上行っちゃってるから、特にね、そういう何万ダブっていうような日でもないでございますからね。むしろ復活の日でございます。皆様、私のこと見えてますか？見えない、見えない。見えない？ほんと、霊感足りてないわよ、ちょっと。もうちょっとこうビンビン聞かして、ビンビンね。もう一度聞こうよ。私のこと見えてる方？はーい。あら、ねえ、いいわね。愛情伝わってくるわ。私のこと忘れてないのね。ということで、それではね、昭和の歌姫と呼ばれた私、もう一つ、名曲をお届けしたいと思いますので、どっからどう見ても偽物でございますが、お付き合いいただいてよろしいですか？どうもありがとう、ありがとう、ありがとう。もう今日のお客様すごく温かい、今日はね、説明不要でございます。絶対に真剣に見ない、聞かない、審査にはならないでよね。
あら、でも今日はすごく生き返ったような気持ちにね、させてもらいました。皆さん本当ね、どうもありがとう。あら、一生懸命心霊写真撮ってるわ。心霊、これテレビ局にね、スクープ映像として出すのよ、きっと。映ってましたってね、よく ツイッターとかでね、何でも携帯で撮ったものすぐニュースにね、あのうちのテレビでどうぞこの動画について詳しくお話聞かせてくださいってね、来ちゃうのよこれね。ついに私も全国ネットデビューになるわ。どうしましょう、びっくりこいたわ。まあ、ただね、皆さんね、あの時代というのはいろいろ移り変わっていきます。もう今令和4年でございますよ。はい、ね、だからね、ちょっと時代を進めていこうと思います。でも私もね、久しぶりに降りてきたもんですからね、最近頑張ってるかしら、私の後輩たちね、頑張ってるかなと思ってますので、ちょっと現役のバリバリのあの歌手の方を呼んでみたいと思います。それでは続いての方、この方に出ていただきましょう。
ビーズの多分稲葉さんの登場でございました。さあ続いてはですね、これまた大御所の登場でございます。続いてはこんな方の登場があるので、カメラをそのままカメラだ
方は大丈夫だったでしょうか。クリスタルキング愛を取り戻せキーラゲバージョンでございました。それではいよいよラストのアーティストの登場でございます。
まいそうだった第1回目の、ダブルフェイスモノマネショータイム以上で、終了でございます。いかがだったでしょうか。もう終わっちゃうの。ありがとうございます。いやもう楽しい時間はあっという間でございますよね。はい、ありがとうございました。今日もたくさんの真剣に見てはいけない偽物お菓子がねいっぱい出てきたわけでございますが、マリちゃんアンコール、マリちゃんアンコール、物好きは誰ですか。ちょっとマリちゃん、やっぱり白雪姫人気ですね。これ白雪姫見てて格好してるから、マリちゃんアンコールしちゃった、ね、いやいや本当可愛かったですね、あまちマリちゃんね。可愛かった可愛かった、一番可愛かったんじゃないかなと思うんですけどね。どうしたんですか皆さん。言葉にならない感動ということでございましたね。はい、ということで今日は、ダブルフェイス、ポンちゃん、そして、私、だいぶ職をいただきました、この丸キャン、2名でやらせていただきました。いや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 、もう今日ねこれだけっていう感じなんですけれども、いかがでしょうか。あ、アンコールとかは聞こえないのでね、今日はこのぐらいで終了したいと思いますけれども、今日なんかの、日本の方じゃなくて海外の方が来てるっていう話もマジで聞いてて、でその間、いやうちのポンがですね、そこはもう僕に任せてくださいって言ってたんで、着替えるタイミングはもううちのポンがもうバシッと、じゃちょっと新千歳空港までちょっと海外のゲストを迎えていただいて、特別ゲストがちょっと海外から来てますんでね、ちょっと今ね、通訳に時間がかかりますんで、ね、ちょっとお時間かかりますね、時間かかりますね、じゃあもうそこはもううちのポンちゃん、すいません、日本語喋れるんですけどね。でね、今日さ、これポンちゃんね、ふと考えたのよ、せっかくだからメタリカやってよ。メタリカ、メタリカちょっとね曲があんまりわかんないから、昔やってたやつ、ハロウィンとかだったら、あ、じゃあハロウィン、じゃハロウィン、ハロウィンの曲で、じゃあ、イーグルフライフリーを、イーグルフライフリー、あのもしくはパワーでもいいかな、パワー、はい、みんな、びっくりするじゃん。わかりますよ。いや、いいの、わかんない。皆さん、はい。ポンちゃん、すごいよっていうところだね、やっぱね。まあ、両方。両方、はい、うん。まあ、今ほら、海外だから、はい、まあ、海外だから、ちょっと。あ、海外つながりでいきたいね。はい。うん。どっちにします。じゃあ、イーグルフライフリー行きましょうか。イーグルフ、はい。じゃあ、ハロウィンのね。はい。ハロウィンのイーグルフライフリー。ちょっとね、メタル界ではすごい有名な曲なんですけど、一般的に知名度もうゼロでございますから。じゃあ、ハロウィンね、まさかね、ショータイムでね、この歌が歌えるとは、まだ、ね、そうでしょ、だからやっぱ特別感をね、はい、皆さん、じゃあ、僕ちゃんは微妙くさいで、じゃあぜひね、はいはい、これもかなり高いですね、かなり高い歌なんで、いってみましょう、ハロウィンイーグルファイブプレイ、いってみましょう、どうぞ。心がかっこいいんですよ。Let's go.
対しらける。事故るパターンですか。ちょっと待って、今事故って出して大丈夫ですか。ちょっと感動止まってる。あの、コメント大丈夫ですか。保護者の皆さん、はい、待て、あ、ありがとうございます。まさきさん分かってるもん。はい、なんでこれね、メタルで本当に有名なんですよ。本当にメタルでは、はい、はい、もうこのね、ギターソロとかもね、すごい有名な曲で、もうギタリストだったら誰もが、メタルのギタリストだったら誰もがこれをね、覚えるぐらいの、どうですか、リグルフライフリーの、はい、よかったですよね、よかったですよね、この曲、いい曲ですよね、最高の曲ですからね、これはね、僕の青春の曲でございます、はい、まあね、じゃあ、あとはちょっと海外のゲストが、はい、来るかどうかちょっと確認していただいて、到着したかな、大丈夫かな、もうちょっとかかるかな、あ、OK かな、大丈夫じゃなかったらね、これ僕最後まで歌いますけどね、ちょっとね、僕好きだからね、これちょっと歌いたいけどね、まあでもね、もう、皆さん飽きてますよね、もうね、だからね、この辺でやめておきますけど、はい、まあね、ちょっとね、次はね、ちょっと海外の女性のアーティストかな、あのね、女性のね、アーティスト、なんかすごい人が登場するみたいなんで、ちょっとね、皆さん、期待して、見てみましょうか、それでは、それでは、登場してもらいましょうか、この方、お願いします。何かというとね、KJ ちゃんがね、KJ、ミスター KJ が危ないということでね、ミスター KJ 自己責任でやってますからね、私はやると言ってないのに、取っちゃったもんだからね、Thank you so much, I love it. Hey, YouTube に出したら危ないと思うよ、ちょっとこれはあなたの
ね、ミスターダーテの、宝物にそう、スイートな宝物にしといてくださいね。ここカットでお願いしますよ。ただ私に動画送ってください。さあもう、ミスターオクちゃん、今日さん、全然そばちありがとう、I love it。 今日はね、ミーに会いに来てくれたっていうことでね、キャンちゃんに会いに来たっていうのはね、建前上っていうことでね、本当は私に会いに来た、呼んだよっていうことで、思考指名、Thank you so much! ポーン！ナイス！いやー、すごかったですね。パンチ力がすごいありますね。どうも、お付き合いありがとうございました。はい。ちょっともう、帰っちゃったかな、もうね。いや、すごかったですね。はい。はい。いや、もう最後にふさわしい。もうレパートリーだったと思うんで、皆さん満足していただいたでしょうか。どうもお付き合いありがとうございます。来ていただいたお客様、あとポーちゃん見てる皆様、どうもお付き合いありがとうございます。はい、じゃああとは皆さんカラオケタイムをお楽しみください。どうもお付き合いありがとうございました。